キューバ料理のーでは、カリブ海に位置する当初国家、キューバの食文化を解説する。キューバの食文化は、先住民シュボネイアタ、イノ属大航海時代になって到来した、スペイン人、そして奴隷として連れて来られた、アフリカ人の食文化の影響を受けた、クレオール文化の一例と言える。今日のキューバの、主な食材は、過去に、スペイン人やアフリカ人によって持ち込まれたものが多い。 先住民の共同体が早くに滅亡し、スペインからの独立が遅れたため、ラテンアメリカ諸国の中では、スペイン料理の影響を最も色濃く残している。独立後から、キューバ革命までは、アメリカ合衆国の影響下に置かれたことから、アメリカ料理の影響を受けるようになり、グリーンピースやアスパラガスなど温帯性の野菜や、果物の缶詰が輸入され、高級食材として好んで用いられるようになった。 一年を通して温暖な気候を利用して熱帯性の野菜や果物が栽培され、米や豆、床、バナナ、オクラ、豚肉、魚介類などを使った料理が中心となっている。アロスコンフリホーレスメグロスアロスコンポージョトストーネス、レチョンアサードグアバのエンパナーダムヒート。ありがとうございます。